マイ兄貴の50個チャレンジ。さあ25個目、一応目標50個にしてますので、なんとか半分に到達したかなっていう感じで、お待たせしました。ピヨ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 の番頭ですね。はい、中国4000年の歴史、孫悟空がこの桃を食べて不老不死の体を手に入れたという幻の番頭ですね。あの中国と言ったらなんかこれがなんかメインっていうからしいんですけど、裏から見たらこうなってるんですよ。で表から見たらこんな感じね。とりあえず形がすごいっすよね、これね。さあ25個目ついに、半分いったんですけど、これ本当はね、これこう皮をねこうやって剥いて食べるんですけど、この、企画ではかぶりつくっていう趣旨の企画なので、もう遠慮なくガブリといかしていただきます。25個目番頭です。いただきます。あんね、これ私食べ方違うんですよ。良い子は真似しないでください。ちゃんと切って、手で皮むいて食べてください。うん、すごいね、果汁っていうか、うん、あんま顔しかめるぐらい甘いぞ。うん、はいね、好評いただいております。実は岡山標準語だと思ってた言葉が実は岡山弁だったシリーズなんですけど、僕らがよく子供とか、怒るときに、言うんですけど、標準語でね、早くしなさいね、これをね僕らは岡山弁、僕が標準語だと思ってたんですけど、岡山弁ではね、こう言います。早よ死ね。